猿のアイデアをモンターナさんが採用して商品化してくれたストレージホット缶ですが、さらなる使い勝手追求のために、様々なホットサンドメーカーに共通の DIY をお届けします。今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber の猿です。このチャンネルでは100均アイテムを中心に、低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することで、より使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。現在はですね、このプレートは225度ぐらい回さないと外れないんですね。で、それがなぜかっていうと、この爪の部分ですね、こちらにこちらが当たってるので外れないんですね。わかりますかね。爪に当たってる間は外れないんですね。ただしこれが180度を超えて225度ぐらいになると爪がなくなるもので外れるということなので、ポイントはこの爪の角度なんですね。はい、今現在はこの状態ですが、この爪をもうちょっと奥の方まで削り取ってやると角度が浅くてもプレートが2枚に外れるようになるということなので、かなりね細かな工作になるんですけど、これはね挑戦してみたいなと思いますのでやってみようと思います。で、一度に思いっきりえぐり取っちゃうと取り返しがつかなくなったらいけないので、この向かって左側はモンターナのストレッジホットパンなんですけど、右側は過去の古いグリルパンですね。こちらでまず練習してみようと思います。外撮影中なので私が解説します。良い感じでカットできました。材質がアルミなので鉄やステンレスよりも簡単にカットできました。ハンドルーターだとかワー不足でしたが、グラインダーだと一瞬です。さあ、ドキドキするな。いけるかな。
い、閉じた状態では開きません。そうか、ね、この状態だとずれても外れませんね。で90度まで開いても、はい、外れません。いい感じです。ただしそっから先に行くと、この辺りでまだ外れない、まだ、あー、ここか、外れました。いいですね、いいんじゃないですかね、いいじゃないですかね。ちょっと慎重にやったので、何度ぐらいかな、90度プラス30度、120度じゃまだ開かないぐらい、ただ多分130度ぐらいまでいくと開くっていう感じになったんじゃないかなと思いますね。あ、これいいんじゃないですかね、うん、これでいい気がしますね。おー、いいんじゃないでしょうか。じゃあちょっとね、ここあのガタガタになってるんで、ここはね、あの綺麗に磨いときたいと思います。はい、十分綺麗になったと思います。ではめる時ももう90度ではまるんですよね。だからそうですね、90度ではまりますから、締めればこういう状態で使える。で開ける時は、おー、いいね、90度ちょっとのとこでもう閉まるので、そうだね、そういうことですね。うん、いいんじゃないですかね。いいと思います。あとはですね、こうはめるときにはまりにくいんですよね。なんでかというと、ここがさ、ここの穴に入んないといけないんだけどさ、ここの穴と同じ大きさだからさ、ちょっとでも左右にずれてると入らないんだよね。なのでここが少しテーパー状に細くなっとけば入るんだよね。今のところね、まっすぐなんだけど、これがちょっとこう先が細くなってやればね、そうするとこの穴に入りやすくなるんですね、ここにね。だからまあそれ簡単なんで、ちょこっとやっておきましょう。うん、多分こんなんでいいと思いますよ、うん、こんな感じでね、もう全然この程度でもいいんじゃないかと思うんですけどね。ちょっとはめてみましょう。ああ、そうそうそう、やっぱはめやすいですね。あ、いいですね、いいですね。じゃあ同じようにこっちもちょっとやっときます。うん、いいかな、できました。とじゃあこれとこれね、おーおーおー、めっちゃスムーズです。これは
つけるのに前みたいにねあんまり考えなくてもスッと入りますね。これね多分10回ぐらいつけたり外したりして測ったら前のね半分ぐらいの速さになるとなってると思いますよ。前だとねこんなにスッとつかなかったんで、これはやりやすい。いいね、これはいいですね。かといってつけた時にねこう不安定になった感じもないので完璧じゃないですかね。とってもいいですね。これねタカナットっていうのかな、8mm M8V、 M8 がこうやってつくんですよね。そうするとここにもつくんですよね。こういう風につくんですよね。そうするとこうつけてやると長い、ね、ここが2倍になります。あ、これもね感じいいですよ。前もつなげてたんだけどね、これはこれで感じいいと思います。する時はこれだね。ちょっとこれ後で直さないといけないんだけど、まだよし、つけやすくなった。こうという感じですね。あとこいつがうろ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 するのでこれをねちょっとどうにかしたいと思います。これはある視聴者さんからここが余裕がありすぎるからもっと締め込めばいいんじゃないのっていうね、この輪っかをね、ただ今ここギリギリなので輪っかを締め込んじゃうともしかしたら出し入れがやりにくくなっちゃうのかな。そうだね、ここギリギリの大きさですよね今これがね。これを締め込むというとこの、外した状態で締め込むと 入らなくなっちゃうから、この中で締め込んでみようか。この辺りでね、この辺りで締め込んでみますね。せーのよっ、あ、いいね、あ、いいですねありがとうございました。視聴者さんのアイデアでバッチリでした、あちこち行かなくなりました。まあ外れなくなっちゃったけどね、まあ外さなくてもいいと思うのでこれでいいと思います。あー、それでよかったんだ。ということはここにはめてやって、あ、いいですね、こいつがもう動かなくなりました。こっちにね滑っていかなくなりましたので、これで閉じてパチンと、おー、いけますね。でパチンと外しても滑っていかないので、こう開けた時にこれはツル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 ってね、まあ、落ちていってたんだけどそれがなくなりました。いいんじゃないですかね。あー、良さげですねこれで。おー、素晴らしいな。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。使いやすくなりました。